まあ甘いですね。何もかも甘々。ぬるぬる。楽ちん。ネットビジネスで稼ぐのは非常に簡単だと思います。いやそれはね、はっきり言って私でもできたんだからとかね。吉谷さんだからでもできたんだからっていうところに帰結するんですよ。ね、吉谷さんね。いろんな職場、現場があります。いろんな仕事があります。いろんな働き方があります。みんな言うのは、忙しくて大変で、これ自分じゃないとできないんじゃないかな、みたいなね。自分が抜けたらこの職場潰れちゃうぞ、みたいなことも言うかもしれません。でもね、そのぐらいやってるのになんで自分の人生は報われないんでしょうか。そのぐらい世のため人のためにやってると自負してるのに、その跳ね返りでいいことが起きないんでしょうか。そこなんですよね。だからね、まあ例えがすぐ出てこないんですけども、川の流れにね、コップで赤い水を垂らすんですよ。一生懸命垂らすんですよ。でも川の流れって赤くはならないんですよね。でもやってる本人はこれだけやってるのにって言ってもう怒ってるみたいな感じ。こんなにすごく大変なことをやってるのに全然川の水は赤くならないじゃないかってからね、このコップでこうやって赤い水をどんどん入れ続けてるんですよ。私の場合はこのぐらいのコップにバケツで赤い水をバシャーンとね、上からフランクに吹っかけて、お、赤い水が溜まったって言ってるような感じなんですよ。ただしそのバケツの赤い水はちょっと遠くから汲んできてるんで、こうやってねえちらおちらって運んでくるうちにもう辞める人もこぼす人もいるって感じですかね。まあ例えとしてはあまり良くなかったんですけども、どのぐらいだから努力してるかとかね、どのぐらい頑張ってるかって言ったらそんなことやってないんですよね。大してやってないんですよ。いろんなビジネスを経験した私が一番簡単に一番たくさんの利益を出してるのがこの情報ビジネス、情報発信なんですよ。いや情報ビジネスって言うと怪しく感じますけども、ただこうやって YouTube でね延々と喋ってるだけなんですよね。で継続して実を結ばないものもあります。例えばね、水道橋博士って最近ね令和新選組から参議院議員に立候補しましたけども、この水道橋博士は知名度はありますよね。テレビ地上波にも出てますよね。ブログ25年間書き続けてるんですよ。25年間ですよ。多分ブログっていう概念がこの地上に出た時から書き続けて、書き始めて今に至るんじゃないかなと思います。すごいですよね、ブログ。だってあれでしょ、1997、8年あたりから書いてきたってことなんで、本当にパソコン通信がインターネットってもね、すげえ変わって、まだヤフー BB パックがいろんなショッピングセンターとか駅前でね0円で配られるちょっと前からですよ。 ISDN 回線の頃からやってるわけですよ。その水道橋博士の25年間やったブログ、同じ業界に私でも読んだことがないです、ね、で多分私が今こうやって話してて、水道橋博士ってそんなにブログやってたのって思う方ばっかりでしょ。つまりやってても、あれだけの知名度がある人がやってても目立たないんですよね、だから続けてりゃいいってもんじゃないですよ。続けた上でどこの誰に知らせるかってことでしょうね、きっと。でブログに関してはいい時期もあったり悪い時期もあったりとかして、今はそんなにねブログでバズるってことはあんまりないと思いますけども、でも結局 YouTube でブログを紹介するとブログの元記事が読まれたりするんで、水道橋博士に足りないのは YouTube というねホットなマーケットに私はブログを書いてますって言うことが、まあ多分ブログのアクセスにつながることなのかなと思うんですよね。だからそう、今は YouTube を軸に何をやるかってことなんじゃないかなと。以前はねメルマガにリストインさせるためにいろんなメディアをミックスさせたと思いますけども、今はね YouTube が全ての出会いのきっかけになって、そこからどういうふうにポータルサイトとかオンラインサロンとかに誘導していくかってことなんで、もう YouTube がことの中心なんでしょうね、きっとね。それを間違えてなければまあまあうまくいくんじゃないかなと。で YouTube はどのぐらいやればいいのかなって言ったら、3000本とか5000本ってのは甘いけども、まあそのぐらいやったら何か見えるんじゃないのっていうことですよね。 YouTube 動画3000本5000本、これはね多い方ではないです、少ない方とも言えません。まあ YouTube とかなんかでやりたいんだったら、ネットビジネスなんかやりたいんだったら、そこは最初の一歩として、まあ足跡築いてくださいってところですよね。だからプロ野球の選手で言ったらキャッチボールを始めるレベルのものだと思います。
ちなみにね、プロ野球って言ってもいろんなレベルがあるんですよね。で、私の直接知っているプロ野球の選手はカープの2軍の選手なんですけども、プロと呼ばないでくれて恥ずかしいからって言うんですよね。で、その選手もプロ野球の試験に合格した時は、やったー、今日からプロ野球の選手だって言ってからね、俺プロになったんですよって言い始めたらしいんですよ。いや、カープでね、プロやってるんですよみたいな言い始めたんですよ。でもそのうちにプロ野球の選手って自分で名乗らなくなったのと、あと人に言われたらちょっと恥ずかしいと、試合にも出てないし無名だし成績いいわけじゃない、でもむちゃくちゃ練習してると、むちゃくちゃ練習してるんだけども、どうしてもね、1軍とかレギュラーにはかなわないんですよと。どれだけやってももう2軍からずっと抜けられないかもしれないし、このね、少ない手取りで家族を養うこと考えたら家に帰っても針のむしろだって言ってましたね。なまじプロっていう肩書きがついてるから、プロなのにそれとかね、ギャップに苦しむらしいです。こんなんだったらプロっていう風にもうつけないでほしいなとかね、今はそんな気持ちに変わってますけども、でも2軍のその下もありますんでね、プロといってもいろいろですよ、はい、あなたはどんなプロですか、何のプロですかと言っててね、自分の暮らしを支えて自分の夢を実現できる程度のものでいいんで、それだけ一生懸命やってる仕事に支えてもらえることはないんでしょうかというところで、今回はね、甘々のテーマでお届けしました。いってらっしゃい。